選手権2連覇。今年のチームについて前回優勝の立役者セレッソの大久保は、やっぱりディフェンスもしっかりしてるし、そう、今年の国見の注目は鉄壁の守備。その中心が18歳以下の日本代表ゴールキーパー徳重健太。2回戦から姿を現した国見、徳重はいきなり先制点を奪われるものの、その後は安定したプレーを披露。どうだどうだどうだ、打てるか打てない、これは田中、これを打てるか、打てない、打てない、打てない。高校ナンバーワン守護神が国見ゴールに立ちはだかる。さらにもう一人この男に注目、アンダー18日本代表候補徳永雄平。ディフェンスの要センターバック徳永の武器はセットプレーでのヘディング。一旦中央に戻す徳永ヘディング、クロスバーの上、驚異的なこの高さ。そして2回戦の松商学園戦では、阿部が戻して中央、徳永のヘディング、ボールを取られた、入りますね、入ったゴールですね、入りました、はい、ゴールラインを割っています。国見高校同点。壁が戻して、高校1年までフォワードだった徳永、この試合2得点を挙げチームを勝利へ導くとともに、その得点能力の高さも見せつけた。選手権通算50勝に王手をかけた国見、徳永徳重の鉄壁の守備で記念すべき勝利を目指す。対するは熊本県代表大津高校。国見のディフェンスを打ち破るキーマンがこの男、10番稲田翔吾。そのボディバランス、柔らかいボールタッチ、そしてレフティーであることから付けられたニックネームが、稲ドーナ決めた、前半ブロック、あのマラドーナをもじった稲ドーナ。KO 稲田、ちょっとバランス崩しましたがスピードがあります。抜けた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 、稲ドーナシュート、ゴール。国見との練習試合では負けなし、稲田が国見の V2 をストップする。準々決勝第1試合、国見対大津はこの後すぐ。目舞台国立競技場が少しずつですがはっきりと見えてきました。第80回全国高校サッカー選手権大会、今日はベスト4国立をかけての戦い、準々決勝です。大宮公園サッカー場の第1試合はディフェンディングチャンピオン第1シード長崎県代表の県立国見高等学校と、4年ぶりベスト8進出熊本県代表県立大津高等学校の九州対戦です。この時間解説は日本サッカー協会、浦和南高校時代は全国制覇も経験されました田島幸三さんです。戦後7校目の連覇を狙うパワーの国見か、今日は初の国立に挑むテクニックの大津の挑戦を受けます。今前半右にエンドを取りました。上下今日はブルーのユニフォーム、大津高校のキックオフで前半の40分が始まりました。今日は黒と白の縦縞のユニフォーム、サブのユニフォームです。ディフェンディングチャンピオン長崎県代表の国見高校、さあ2番の荒木が、右のサイドバックの荒木が積極的に上がっていきます。クロスを上げていく、これはゴールキーパー徳重、こぼれたところ、これは懸命にクリア、4番の成瀬です。6番の片山、左足に注目をしてください。さあ田島さん、はい、いよいよ国立をかけての準々決勝の第1試合が始まりました。そうですね、非常に両チームとも動きがいいですし、はい、国見はプレッシャーをガッとかけてきましたが、うん、それをうまくこう大津がかわしたいいスタートじゃないですかね、両チーム。あー、いわゆるパワーの国見に対して、そのテクニックを持っているこの進化するブルーの軍団と申し上げましょう。大津高校がどんな戦いを挑んでいくのか楽しみです。1番徳重、去年の優勝キーパー、今大会ナンバーワンのキーパーと言われています。ボールはブルーの大津高校です。大津高校は4年ぶりにこのベスト8に勝ち上がってまいりました。その大津高校、早いリスタートだ、5番の小林、ディフェンスの要、9番の中山というところ、これは5番の阿部がクリアをしています。キーパーは徳重健太、去年の優勝キーパーです。ディフェンスは4人の登録になっていますが、実際は3人登録、徳永がセンター、そして4番の成瀬が左サイド、5番の右サイドが阿部です。そして中盤は3人となっていますが、実際は5人です。11番の亀ヶ淵元樹、双子のお兄さんが1年生の中村北斗とのダブルボランチ、6番の片山が左のウィングバック、フォワードとなっていますが18番の渡辺大吾を右のウィングバックです。
さあ国見高校、亀ヶ淵進持っていきます。これはコーナーキックのチャンスを作りました。国見高校早くも前半2分というところですが、コーナーキックのチャンスを得ています。そしてディフェンス3人が上がってきています。10番の徳永、右サイド18番の渡辺大吾が蹴りますが、さあその徳永か、おまだボールは生きている。ここは丁寧にクリアをしたい大津高校だが、8番の山内、いやボールは国見高校です。5番の阿部、上がっていた5番の阿部のところにいいボールが出ました。阿部がもう一度今度は逆のクロス、さあしかしまだボールは徳永がヘッドで前線に、そのこぼれに対して17番今日初スタメンの高本です。胸で落として、ここは一度流れを切りたい荒木。国見高校フォワードは鴨原、そして亀ヶ淵鈴美という2トップです。ゴールキーパーは田中慎太郎3年生です。ディフェンス4人です。2番の荒木、攻撃的な右のサイドバック。ディフェンスの要、5番の小林、3番の三井とのセンターバックです。4番の矢野、181センチある1対1に強い左のサイドバックです。そして6番の千原中盤、キャプテンが今日は初スタメンの高本とのダブルボランチです。宮崎がトップ下、そして山内のドリブルにも注目をしてください。9番の中山、179センチ。10番、なんといってもこの稲田、今大会2得点の稲田の左足にも注目です。さあ14番の宮崎大志郎が行った。宮崎大志郎が行ってクロスを上げていく。その こぼれに対して稲田が行く。稲田が行く。稲田がボールを持っています。さあ稲田がボールを持ってテクニックあるぞ稲田。ディフェンス2人に絡まれていますが、ここはディフェンスの網にかかった。ここはうまく体を入れて5番の小林、ディフェンスの要、13番の亀ヶ淵つづむが必要にフォアチェックに行きます。トップ下の選手がここまで下がってきてのクリア。国見高校はディフェンディングチャンピオンです。去年は夏のインターハイ、秋の単独出場で臨んだ国体、冬の選手権で優勝、いわゆる三冠を達成しました。去年のレギュラーが3人残っている。ゴールキーパー徳重、センターバック徳永、左のウイングバック6番の片山残っている国見高校です。2年連続九州チャンピオン、夏のインターハイこそ優勝した市立船橋高校に準々決勝で敗れたものの、全日本ユース選手権で初優勝、昨年度から通算しますと高校生年代の4つのタイトルを全て取っています。田島さん、はい、国見高校、まあ、去年2枚看板大久保松橋翔太が抜けたといっても、今年もなかなかどうして素晴らしいチームですよ ね、 すね、鴨原もいますし、はい、あの大久保と本当にあのタイプ似てますしね、はいはい、そういう意味ではあの楽しみなあのチームですね、今年も、はいはい、全くあのチーム力が落ちるとかそういうことは僕はないと思いますね。一方の4年ぶりのベスト8まで名乗り上げてきたブルーの大津高校です。あ、しかしここは今ロングスローがあります。この国見高校の渡辺大吾、このロングスローに注目をしてみましょう。渡辺大吾のロングスロー、ヘッドで後ろに流すことはできるか。ここは8番の今日初スタメンの山内か、これは5番の阿部が左のスペースへ、6番の片山、いい左のクロスを持っているが、1人かわして上げることができるかどうか。お、右で上げてきた中に、3番のこれは三井のクリア、これはシューターどうだ。17番の中村北斗か、1年生の中村北斗、非常に身体能力の高い中村北斗のシュート、まあ、今日はあの大津のトップの稲田をマークしてますけどね、非常にスピードあります。これいいシュートです ね難しいあのボレーですけれどもね、はい、うまく合わせました。キーパークリアしたボールはそのままゴールラインを割っていましたので、国見高校早くも2本目のコーナーキックだ。さあ今度は誰に上げてくるか、回してきた、空いてきた阿部か。さあこの前の高いボールに対してもう一度あるぞ、シュート打った、どうだ、11番の、あ、決まった、ゴール前半8分、ゴールを決めたのは国見高校11番の亀ヶ淵元樹、左足の見事なシュート、国見高校前半8分早くも均衡を破りました。やはりリスタートからでしたね、はい、18番のこの渡辺大吾からのボールに対して、はい、この後のボールがねちょっとあのクリアがった、一応クリアはしているんですけれども、ね、結果的に11番の国見高校の亀ヶ淵元樹の前に落としたところ、うわ、結果的にフリーの状態で、田中君いい反応してるんですけどね、でもまだ時間ありますからね、はい、さあ稲田がアウトで左に出して14番の宮田、これはどうだ、決まった、決まった、素晴らしい、大津高校中山、今大会初得点、
津らしい得点ですよね。非常にスピーディーなボール回し、中山が落ち着いてましたね。割と強く蹴るシュートが多い選手なんですけども、はい、非常に今落ち着いたゴールへ流し込むようなね、いいシュートでした。そしてその前の展開、ゴール中央から稲田がアウトに左に開いて、そして宮崎からの素晴らしいクロスがあって、非常にワンタッチワンタッチのね、速いプレーで、はい、1対1に持ち込む隙がなかったですよね。意外にこれが大津らしさで、そうですね、相手を切り崩しての得点ということで、橋本さん、まだまだ分かりませんね。両チームのいいところが出たこの時間でしたね、はい、今ちょうど手元の時計では10分が経過しました。いわゆるパワーでこじ上げた形の得点、これも国見高校の今年のいわゆるパターンで、セットプレーから点を取ったら、今度は大津高校もテクニックですかさず同点に追いつきました。しかしながら国見高校、先ほどこの左サイドからのコーナーキックで先制ゴールを生んだんです。前半3本目のコーナーキック、ゴール前には10番の徳永、5番の阿部、4番の成瀬、センターバックの3人がドカンと構えている。徳永3得点目生まれるかどうか。このクリアを大きく遠くに飛ばしたいところなんですが、どうでしょう。10番の徳永がボールを持っている。センターバックながら今大会2得点、パワフルなシュートを持っています。これは2番の荒木、しかしボールは遠目からシュートを狙っていきます。6番の片山、まあ、今のようにプレッシャーをかければね、シュートのところでそう簡単には入ることはないと思いますね、はい。まあ、両チームともいわゆるファーストシュート、最初のシュートで得点が生まれたというこの両チームですが、大津高校は2回戦そして3回戦とも接戦をものにしている。あ、この10番の稲ドーナ、今大会2得点、いわゆるマラドーナが好きで、本人稲田というので先生が稲ドーナというニックネームをつけました。体験もあれです、スピードもね、テクニックもありますから、はい。その大津のベンチサイドは熊本県民テレビの上野明幸アナウンサーですが、上野さん、はい、すぐに同点追いつきましたね。はい、その同点ゴールの瞬間、大津高校平岡監督、はい、親指を選手に向かって突き立てて、このゲームいけるぞというような。国見高校は過去15回この選手権に出場しています。優勝が4回、準優勝2回、ベスト4 2回と、まあ、驚異的とも思える実績を残している国見高校応援サイド。さあ、この国見高校に対して今日は大津高校が挑むと申し上げましたけれども、何の何のここまで1対1、非常にいいゲーム運びをしている大津高校、応援サイドを盛り上がっていることでしょう。その応援サイド、はい、日本テレビの小野寺舞アナウンサーです。小野寺さん、はい、試合開始前から熱い熱い応援が始まっていた大津高校のスタンドです、はい。こちらにはサッカー部員、保護者の皆さんを含む80人ほどの方が詰めかけています、はい。冬休みがもうすぐ始まるということで、仕方なく熊本に帰っていた生徒たちの分まで、今日は喉を潰してでも声が枯れるまで応援しますと意気込んでいました。ピッチに立つ仲間たちと一緒に戦うつもりで熱い応援を送り続けています。まあ、今日の気象状況は、今のこのオーバーヘッドのシュートの場面ですけれども、山内、この山内、はい、思いっきりいいですよね。ここためらいなくプレーを選択してますよね、大津の選手たち。まあ、今日この今の山内も初スタメンなんですが、非常に伸び伸びとそのゲームを運びをしているという印象が見て取れます。まあ、この新チームになって、まあ、練習試合ではあるんですけれども、実は3戦戦っていて、実は大津高校は一度も負けていない、2勝1引き分けですから、いわゆる国見という名前のプレッシャーはないだろうな、なんてそんな話を平岡監督していましたが、さあ柴崎からナイスパスだ。そして13番の亀ヶ淵つづむ、ナイスキーパーですね、はいはい。大津高校のキーパー田中慎太郎、レフティーです。手元の時計で15分が経過しています。今日はこのゴールキーパーの田中の動き、ただこの前の柴崎も非常に戦術が上がる、面白い通りですね。非常に質の高いこの年代で行われるサッカーの試合としてはプレーの質の高い展開ですね。今のゴールキーパーの出方もそうですし、はいはい、非常に見応えのある試合ですね。やはりこの九州の選手はみんな一人一人鍛えられているな、そんな感じが見て取れます。10番の稲田からのこのパスがつながれば山内へ、面白かったんですが、ボールは国見高校です。片山のシュートはどう、うまくこうマンツーマンのディフェンスが主体となるその国見のディフェンス陣がちょっと突き切れてないところがありますね。まあ、2年連続5度目の優勝の目指している国見高校です。
まあ、今大会最多の優勝回数を誇る帝京高校、そして去年の準優勝草津東、ベスト4の青森山田が2回戦で敗れました。インターハイチャンピオンの市立船橋高校、そして静岡学園、東福岡高校も3回戦で姿を消しています。本命なき、史上まれに見る混戦模様と言われた80回の記念大会、この戦国大会を抜け出たのは国見、大津、岡山の作陽、鹿児島実業、四日市中央工業、岐阜工業、大分、前橋育英の8チームです。さあ9番の鴨原、ドリブルがあるぞ、その中にスルーをして、このシュート決まった、ゴール、国見高校2点目、8番の柴崎、今大会4得点目、前半22分、再び突き放した国見高校。鴨原が効いてないなっていうのはちょっと言おうと思ったところで、やはりこういう中で決定的な仕事しましたね。エリアの中で、あのいやらしい本当ディフェンス、あのドリブルから、そうですね、こういうドリブルをですね、やっぱこういうところでやる、はい、これが彼の良さですよね。ちょっと 1,2 回戦ちょっと空回りしているところがあったんですけれども、逆にここでやっぱ決定的な仕事をしましたね今、はい、8番の柴崎はですからもう本当にフリーな状態、もう、はい、いわゆる決められますよという、そのチャンスを作ったのが今映っている9番のこの鴨原。素晴らしいドリブルですよね。彼の良さというのはやはり相手の重心をちゃんと見て、その裏をこう取って、裏を取ってこう緩急つけてのドリブル、やはりペナルティエリアの中で決定的な仕事できるってことでしょうね。自分でシュートも狙えますし、そうですね、シュートも狙えられる、チャンスも作れる、18歳以下日本代表の鴨原、今大会2つのゴールを演出しました。放送席に久保さん、はい、クリミサイドですけどもね、はい、今大会3試合目で10点目になるわけですが、この10点目にして小嶺監督初めてですね、はい、親指を立てました。あ、そうですか。しかしまだこの10点でベンチを立ち上がったことは一度もありません。11番のこの亀ヶ淵元木からアウトでいいパスが出ました。ゴール前には鎌ヶ淵元木、双子の弟が待っていましたが、これをクリアした。ここは一つちょっと大津高校も落ち着きたいところですよね。そうですね、三雲さん、はい、一方先制許した大津高校ですが、はい、このままでいい、このままでいいという指示が出ています、なるほど。渡辺大吾からのクロスに対して、これは直接ゴールラインを割っています。ただ田島さん、はい、今年はこのベスト8のうちですね、半分の4チームが九州地区の代表校、はい、まあ、九州は確かにレベルは高いんですけれども、はい、去年は東北勢がベスト8のうち3チームと大健闘でした、はい、そうですね、今年一つこの九州勢が結果を残せている、その余裕は何ですか。そうですね、やはりもともとその九州強いチームがありました、はい、それとやはり個人の選手のその体力、はい、スキル高いですね非常に、まあ、その辺が、まあ、運ももちろんあると思いますね、はい、ただ今全国的にその地域差っていうのはもうなくなってきてるっていう気がしますね。はいはいはい、はい、の攻防だ。得点は2対1、追いかける大津高校のセットプレー、小林からヘッドで落とせない、このボールは国見高校です。片山が大きくフィードをしていきます。3番のこれが三井、危ないですよ、あーボールは国見高校だ。この辺り絶えずどの選手も狙っている、うわこれはいいボールだ。18番の渡辺大吾、18番の渡辺大吾が自ら仕掛けていく、うん、テクニックがある、シュートを狙っていった、ディフェンダーに当たっています。しかしまだこれはピンチだぞ大津高校。18番の渡辺、一度元に外に戻してから11番の、あこれは双子の兄弟へのパス、最後18番の渡辺大吾、非常に2列目からの飛び出しとかですね、非常にあのタイミングいいですよね、やはりよく、みんな知ってますねサッカーを、今この場面ですけれども、本当にこの細かいエリアの中でもフリーになっている選手をちゃんと探して、逆に言いますとボールを受ける前にどういう判断、ね、次のことをすることをちゃんと皆さんみんな分かってますね、もう時間もスペースもない中でやっぱそれを判断できる選手たちばかりですね、はい、そういった意味では非常にボールのない時、またボールを受ける前の判断、そういう判断のスピードも両チームの選手非常によくできている。あーんとこれはファー、非常に今日中山いいですね、非常に思い切ってやってますし、自信持ってプレーしてますよ。今上がっていきますが、前線に張っている中山がポストダウンをしてボールによく絡んできます。宮崎大志郎、これはコーナーキックのチャンスか、コーナーキックのチャンス、これは大津高校にとって前半初めてのコーナーキックのチャンスです。さあ4番の矢野が上がってきました。181センチの矢野が上がっている、誰に合わせてくるのか、ゴール前9番の中山もいる、さあその矢野か、その前に中山がクリアです。4番の成瀬が大きくクリア、国見高校。さあ鴨原に、鴨原テクニックがある、ドリブルがあるぞ、さあ鴨原どうするか、
こうやってしっかりとキープしてくれると本当にディフェンスは楽ですよね。これでゆっくりこう体勢整えることができますからね。ですからやはり前線で一人貯める選手がいることによって、次のやはり幅の広い攻撃が仕掛けられるということなんですね。鎌原はそんな体大きいわけじゃないですけど、しっかりとうまく使ってですね、今みたいなキープできますよね。170センチの鎌原です。このゲームでも一つのゴールを演出している鎌原。これはキーパー田中です。非常に的確に指示を与えることができるんだという平岡監督も絶賛しているキーパーの一人、この田中慎太郎3年生。さあ手元の時計ではまもなく前半2分を切ろうという時間帯になってきました。得点差は2対1。黒と白の縦締めユニフォームの国見高校が1点のリードをしています。14番の大津高校、中山から稲田へというホットラインパスがつながりませんでした。ちょっと稲田、中山、宮崎っていうこの3人がその前半の20分ぐらいまでできてたコンビがうまくちょっといってないですね今。確かにそうですね。これまで大津高校目立っていた14番の宮崎であり稲田がちょっとボールに絡めないでいる。そうですね、はい、また逆にさせないでいる国見高校。まさにその通りだと思いますよ、はい、相手の特徴やはりいいところまず消しにかかっている、はい、このあたり小峰総監督お見事。三雲さん、はい、大津高校のもう一つ二つ揺さぶりをかけて、行きたいという大津高校です。鴨原です。前線の鴨原が最終ラインのセンターバックの徳永がロングフィード。今度は亀ヶ淵つづむへというところ。今手元の時計でちょうど40分が経過しました。前半ロスタイムに入っています。国見高校が8分に先制するとその1分後大津高校が同点ゴール。しかし22分に8番の柴崎、今大会4得点目の国見高校柴崎の勝ち越しのゴールで得点は2対1。8番の柴崎です。戦力眼があります。非常に周りが見えている柴崎。そして今日前半非常にいい動きをしている18番の渡辺大吾2年生です。10番の稲田がこの位置まで下がってボールをキープ、ここから攻撃につなげたいところですが、今前半が終了しました。国見高校対大津高校ベスト4をかけた準々決勝大宮公園サッカー場の第1試合は2対1、国見高校が1点のリードをしています。この放送は民間放送43社の共同制作で埼玉県大宮公園サッカー場からお送りしています。組むのは戦後7校目の連覇に挑む長崎県代表の国見高校か、それとも熊本勢として初の国立なるか、熊本代表の大津高校か。まもなく後半戦の40分がキックオフされます。得点差はわずかに1点差。後半右にエンドを取っている黒と白の縦締めのユニフォーム、長崎県代表の国見高校が2点、大津高校ブルーのユニフォームが1点を追いかけるという展開です。さあ田島さん、はい、この後半の立ち上がり注目ですよね。そうですね、はい、まあ、大津としては本当にここをしっかりと、はい、きちっと守ってですね、自分のペースを作りたいですよね、はいはい、逆にこれ国見の方はですね、はい、ここで得点をしても勝負を決めるっていう、うん、そういうことを考えてると思いますけどね。いずれにしてもまず次の1点というのがこのゲーム大事な1点になります。その通りですね。大津高校のゴールキーパー178センチ左利きの田中慎太郎です。3年生6番のキャプテンの千原。大津高校、この出だしがいいのは国見高校です。うまくくさびになって9番の鎌原が14番の宮田大将、ここがまず潰されてしまっています。今非常に国見の方ですね、前でっていうことと指示されていると思いますね。そして緩急をつけれる、ためられる9番の鎌原がいる。グランダーでボール上がってきた。しっかりつなぎたいですね、4番のこれが矢野です。ただ非常に寄せが早いですね。ただ前半の最初に見せたようなポンポンポンっていうこう早いつなぎをここでやっていきたいところでしょうね、大津としては。今2点1点のリードしている国見高校ですが、メンバー前半とメンバーの交代はありません。得点を決めたのが前半の8分11番の亀ヶ淵元樹、そして22分追加点が8番の柴崎、2得点です。国見高校メンバーの交代がありません。今映っている11番の亀ヶ淵元樹が先制ゴールでした。さあ国見高校が3点目
取るのか。いいクロスが上がってきたぞ。そのこぼれ、9番の渡辺、8番の渡辺大吾か。早いリスタートが大津高校。ここは落ち着いて徳永です。10番の徳永ですから、国見高校はもう完全に自分たちの、ディフェンスから攻撃、非常に攻から守、守から攻、よくできてますよね。そうですね。まあ、国見の特徴のサイドチェンジとかがですね、まだちょっと今日は出てませんけれども、それが出だすともう完全に国見のペースになっていくでしょうね。さあ、ここの辺りは6番の片山のクロス、これは直接サイドネット。しかしこれは相手のディフェンダーに当たってサイドネットということなので、国見高校のコーナーキックのチャンスです。後半初めてのコーナーキック、その時に10番の徳永、そして4番の成瀬、そして5番の阿部と3人のセンターバックが上がってきます。なんといっても10番の徳永、179センチ、今大会セットプレーから2得点を挙げている決定力の一番ある国見のセンターバックです。さあ渡辺から、さあここはどうか、キーパー高いですね。なんかやはりドカンと大砲がやってくるかなという、そんな感じがします、はい、この国見高校です。対する大津高校ですが、先制されましたが、すぐその1分後に9番の中山、2年生の大津高校1点。しかしまだまだこの2点目が生まれません。欲しい欲しい2点目が生まれません。メンバーの交代がありません。10番の稲田、そして14番の宮崎大志郎、この2人がボールに絡めば絡むほど大津高校のリズムが出てきます。そしてその、はい、1点を追う大津のハーフタイムなんですが、はい、平岡監督、後半が勝負だ、うん、大丈夫、落ち着けばもっと回せるからパスで崩して、はい、稲田、宮崎、山内、特にこの3人が前を向いて持ったらどんどんシュートを打っていけ、最初の10分でペースをつかんでこいと話していました、うん、落ち着きなさい、いつものパスサッカーをつないでいこうじゃないかという平岡監督ですが、ただそれをさせじというこの国見高校のディフェンスが素晴らしいということですか。そうですね、出足のところで言えば、ここをかわして渡辺大吾、渡辺大吾が今度は3人をかわした、ここはどうするか。5番の、小林、ディフェンスの要が懸命にクリア。橋本さん、はい、この18番の渡辺大吾という選手はなかなかいい選手ですね。スピードあります、テクニックありますしね、はいはい、放送席三雲さん、はい、国見サイドハーフタイムの指示です、うん、前半とは基本的に変わらない、はい、細かいことをせず相手ゴール前のスペース、いわゆる裏を長いボールで狙っていこう、うん、ゴール近くではパスなのかシュートなのか、うん、意図を明確にしてプレーをするようにという指示が出ています。意図を明確にしようという、まだまだ1点リードをしていても手綱を締めるというこの国見高校、小峰総監督です。大津高校、久々に国見陣内、5番の小林です。ロングフィード、正確なロングフィードを蹴れます。さあ、その小林がディフェンスの裏へというところ、これは14番の宮崎大志郎です。ゴール前には山内がいるが、これはまだボールは生きています。14番の宮崎大志郎、今大会1得点、チャンスメーカーです。14番というのが大津高校のエースナンバーです。今回このエースナンバーを14番の宮崎大志郎、3年生、そしてフリーキック10番の稲田、左足注目をしてください。稲田、そして9番の中山、179センチあります。ゴールを割ることができるかどうか。さあ、中山がうまくボールを取られない。そして10番の稲田からクリア、国見高校です。もう一度稲田がエリアの中だ、テクニックがあるぞ。このこぼれに対してはどうだ、亀ヶ淵元樹、落ち着いている。そして一度流れを切りたい片山、国見高校、そして9番の鴨原です。鴨原のテクニック、3人のディフェンスが追いかけるという状況、これは鴨原のリズムだ。ここでここまで来てくれると本当に楽でしょうね。もう非常に彼のそのあれを生かすところ知ってますよね。そしてかわして鴨原、彼の技術、いろんなものを生かす場所を本当に今日はもういいタイミングで使ってますね、鎌原。まあ、9番の鎌原は実は去年のインターハイまではレギュラーの一人でありました。13番の亀ヶ淵、辻野のシュート。この3年間国見高校に来てよかった、サッカーよりも何よりも人間性として大きく成長できたんだと言っていた徳重です。うん、ここのあたり、これは最後は徳永、手元の時計で後半の10分が経過しました。ちょっとこの辺の戻り遅いですよ、大津の方が。さあ、8番の柴崎、
ちょっと今はボールウォッチャーという状況になっているのか大津高校。あれだけスペースあるともう1対1どんどん勝負してきますからね。はいはいはい、おっとこれ危ない、これはクリア、最後は5番の小林が懸命のクリアです。ここはちょっと集中切らしてはいけません大津高校。本来であれば10分で大津のペースにしたいところだったと思うんですけどね。どちらかというと後半の立ち上がりですね、今国見のペースですね、ここまではじりじりじりっとこうね、はい、国見のペースになっているかな、そんな感じがします。前半2本目の後半2本目のコーナーキックです。さあ渡辺大吾を巻いてきた、風がある、さあ外側のシュートを狙っていく、これは大きく枠を外れています。国見高校は今のシュートで後半だけで3本、まだ大津高校後半シュートが1本も打てていません。三雲さん、はい、大津高校平岡監督我慢我慢我慢、今は我慢の時間帯だと話しています。大津高校の平岡監督は熊本県の出身です。高校は帝京高校に進学しました。1年からレギュラーとして3年連続選手権出場、高3の冬キャプテンとして出場した62回大会で全国優勝、6万2000人を集めた国立競技場での決勝は清水東を1対0で撃破、その決勝ゴールをアシスト、帝京4度目の優勝に大きく貢献しました。やはり彼の、まあ、本当に熊本に帰ってからですね、はい、小学校中学校合わせたトレセンをですね、県内に本当展開、みんなで協力して展開してね、そういう意味でその全体のレベルアップを本当に図ってますよね。筑波大学を卒業して先生としてふるさとに戻ってきた平岡監督です。監督として就任9年目、過去4回の選手権出場、76回大会で一度ベスト8に駒を進めましたが、その時は丸岡高校に PK 負け、今度こそ国立へ、そんな思いいっぱいの大津高校ですが、国見高校に対して今日は何といっても王者国見です。優勝4回、準優勝2回、ベスト42回、そして16年連続出場記録選手権更新中という国見高校相手に、大津高校自分たちのサッカーちょっと後半できていない。もう少し引きつけるって言います。引きつけてからの方がいいと思います。数的優位なんですからね、今なんかもちょっと慌ててパスを考えて読まれてますね。大津高校平岡監督何を思う、キャプテンとしてそして選手として全国制覇国立を経験した平岡監督です。今度は指導者として国立を目指す、勝てばもちろん選手そして監督両方の立場で国立を経験する初めてのケースとなります。放送席三雲さん、はい、一方名将国見の小峰総監督の教え子高木拓也さんがですね、実は国見のベンチサイド裏で見てるんですが、前半大津のいいところを消している、攻められた時のマンマークが非常にしっかりしている、ボールを奪ってゴールに向かう時の姿勢が指示通りへうまくいっているという感想です。宮崎からのパスが通って、このループのシュートはどうだ、なお17番の高本です。非常に戦術眼のある高本さん、この展開が素晴らしかった。14番の宮崎からのパスに対して狙いは良かったですけどね、ちょっと時が出ていたんで、後半の13分にして初めての大津高校シュートはテクニカルなシュートではあったんですが、いやいいぞいいぞと、昨日も練習の中でさ、その中山に行った、はい、おっとこれはファールです。ファールを誘う形になった、足を引っ掛けられてしまいました。いい位置でのフリーキックのチャンスは大津高校だ。徳永も身体能力高いんでね、普通だとああいうファールしないで十分ボール奪えるんですけども、中山も非常にいいですからね、スピードありますから、そうですよね、ああいう形でしか止められませんね。さあここまでですと直接狙うこともできますが、2人とも稲田にしても宮崎にしても上手い選手で、ね、狙える技術があるんです、はい、ちょっと遠いかなという感じですけど、ね、狙ってほしいですね。さあこれは稲田の左足、壁に当たった、そのこぼれはどうだ、14番宮崎のシュート。ただただ大津高校なんかリズムが出てきましたね。そうですね、やはり本当高校生の試合っていうのはもう40分の中に本当いろんなペースがありますね、はい、さあ今の場面ですが、大宮公園サッカー場のこの九州決戦、国立をかけての一戦は観衆が7100人と発表になりました。このレベルの高いこの準々決勝の第1試合です。後半15分が経過、後半に入ってまだ得点の動きはありません。国見高校白と黒の縦縞のユニフォームが1点のリードをしています。
水野さん、はい、大津高校の応援席には稲田くんのお母さんも駆けつけています、はい、今朝どうにかチケットが1枚だけ取れてやっと来れたんですとおっしゃっていました、うん、昨夜はですね電話して、息子さんにやるだけやって頑張ってねと声をかけたら、気をつけておいでよと言ってくれましたということです。そうですか、お母さんの清美さんです。稲田は家族のためにも頑張ると言っていました。中学校3年生の冬、大好きだったお父さんを病気で亡くしてしまったその稲田、家族のためにも頑張りたいと言っていた稲田。10番の稲田はどこにいる。さあゴール前に稲田がいる。ボールを蹴るのは2番の荒木だ。いいクロスが上がるかどうか。さあ中山か、うん、これは4番の上がっていた矢野。矢野がボールを取れば面白いが、ボールは国見高校です。さあ国見高校、ここからの攻撃が早いが、9番の鴨原、これはキャプテンの千原がうまく守っていた。突然の左のウイングバック、本人も当初は戸惑いがあったと言いますが、またこの1年大きな成長があった片山です。後半3本目のコーナーキック、さあ渡辺大吾、もうこれ以上点は入れてやれない。大津高校だが、これはハンドですね。あ、ハンドがありました。エリアの中でハンドがあった。しかし危ないですよ、今みたいなリスタートがですね。13番の亀ヶ淵つづみにハンドがありました。ボールは大津高校です。さあ大津高校、さあ国見高校に対して橋本さん、どういうふうに仕掛けていけばいいんでしょうか。そうですね、やはりもうちょっとサイドは攻撃したいですよね。あ、サイドからもっと揺さぶりをかけたいですから、はい、10番の、国見の徳永をもっと今のような形で、右に左に揺さぶって。そうですね、逆に徳永君そんなサイドをカバーリング深くはしないですから、はいはい、そのスペース、空いてるスペースを狙いたいですよね。で中盤でもっとつなげばそれが できると思うんですけどね、はいはい。三雲さん、はい、大津高校平岡監督、9番の中山に対して1本シュートを打て、1本シュートを打てと今指示を出しました。パンチ力のあるシュートを持っている、どこからでも右でも左でもヘディングでもシュートを狙うという中山にシュートを打てという指示です。さあ2番の攻撃参加ができるか荒木。さあ荒木が一度戻します。パスセンスのある高本、前を向かせてもらえない。2番の荒木が中に、さあその中山がスルーをして、さあ稲田が14番の中山、宮崎大志郎やパスがつながりません。しかしボールは大津高校、5番の小林、そしてキーパーに返します田中。ただ少しずつですが大津高校もやっぱりリズム、やっぱつなぐと大津らしさが出てきますよね、9番の中山、今日2点目のシュートは生まれるかどうか。後半20分の攻防、残り20分の攻防です。10番の中山、10番の稲田、平岡監督です。平岡監督が就任して9年目の大津高校です。ただ平岡監督は自分のチームの評価のみならず、先ほどさあちょっとしっかりつなぎたいですね、大津は、はいはい、10番の稲田です。中学校3年生の時に大好きだったお父さんを病気で亡くしました。一時は大津高校から1時間の八代市に中学通っていた稲田、公立高校とはいえ3年間の授業料、寮費など一人で計算して、お母さんにこれ以上迷惑をかけられないと入学を断念したこともあったといいます。その10番の稲田、しかし家族がそれを送り出してくれた。この選手、そんな家族のためにも、そして39歳の若さでこの世を去った大好きだったお父さん翔一さんのためにも、今日は恥ずかしくない、自信を持ってこの王者国に向かっていきますと話をしていました。生前お父さんは悪いプレーをするとバカ誰が翔吾なんて話をしていたんだそうですが、今日は天国からそんなことを言われないような自分のプレーをしていたい、そう言っていた稲田。その稲田へはボールは行きません。三雲さん、はい、その稲田ですが、天国のお父さんにも楽しんでもらえるようなプレーをしたいと言ってプレーしています。そうですか。さあしかしまだ今日は稲田からのシュートは生まれていません。今大会2得点1アシスト3つのゴールをに絡んでいる稲田なんですが、稲田の左足が炸裂するかどうか。天国からお父さんもしっかりとこの雄姿を見つめているはずです。9番の中山がくさびになることはできません。さあここは鴨原か、鴨原テクニックがある。鴨原が行く、ゴール前にはどうするか。鴨原がこうやって貯めていく。18番の渡辺大吾だ。ゴール前にはここでも1対1勝負できますからね、うん、さあここで渡辺大吾がコースを作ってクロスを上げてきた、ね、6番の片山、これはオフサイドフラッグ上がっているが主審は取らない、うん、今やっと主審が取りました。これはオフサイドフラッグです。
非常に今みたいな形で、国見としてはその大きいスペースで1対1を望めるようなところを作りたいところですよね。それがやはり後半できてますね、特に右サイドで。はい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 。で大津の方はもう少しパスを2本3本とつなぐとですね、国見のプレッシャーっていうのはこうある程度回避できると思うんですけどね。確かにこのブルーの大津高校リズムの時はやはり確実にこのパスが2本3本とつながってますもんね、はい、ただ前を向かせてもらえない、この前からも後ろからも激しいディフェンス、これが国見の一つの伝統です。あ、ここをうまくかわしてかわしてかわしていった、かわしてシュートへ自ら持っていくことができるかどうか、宮崎のシュート、ディフェンダーに当たってこぼれている、しかしこれは得点を抑えています。14番の宮崎大志郎です。3年生、今大会1得点を挙げている宮崎。三雲さん、はい、大津高校平岡監督、今のシュートのシーンで2つ3つと手を叩いて今のでいいぞと言っています。なるほど。8番の柴崎から、うわいいパスが出たか、鴨原鴨原、追いついた追いついた、うん、これはゴールラインを割っていました。ちょっとあの辺のボールをですね支配され始めましたね。ちょっとこうじりじりっとこの国見のいわゆるディフェンスの網というそうですねはまっているかなという感じがします。今年も強い強い国見高校です。就任18年目の国見小峰総監督、昨年度学校の校長先生になられ、総監督という肩書きではありますけれども、この選手権で実際に指揮を取っているのは小峰総監督です。母校である島原商業から国見高校に転任してきたのが1984年、ゼロからスタートした国見高校、監督就任3年目でインターハイ全国優勝、65回大会で今大会準優勝、66回大会で選手権初優勝です。10勝目になるんですよね。そこら辺を徳重キャプテンに聞きますと、はい、まあ、過去の先輩が気づいたことで大変素晴らしいことだが、僕らは途中の1勝でしかありませんというふうな話をしていました。それから小峰総監督、この時間になって点取れ点取れとピッチに向かって叫んでいます。そうですか、まあ、次の点が大事だというのは何よりも小峰総監督が知っているはずです。国見高校に来て18年目、選手権今日が61戦目に当たります。勝てば通算50勝目。まあ、島原商業時代の11勝を含めますと、3回戦までですでに60勝を挙げています。これは帝京の小沼先生の74勝に次いで指導者として歴代2番目の勝ち星です。いいとこ行った。さあ4番のこれは矢野か、矢野がどうする、一度戻して高本だ、高本ゴール前には9番の中山がドカンと構えているが、高本がまだボールをキープしている。さあ9番の中山のところにボールが来れば面白いが、これはファールだ。いや、高本君らしいいコントロールしましたよね。そうですよね、いいコントロールしたでファールを誘いましたね、はい、さあ3番の三井、183センチの三井も上がってきている。4番の矢野、181センチも上がった。さあ稲田がどんなプレスキックを組むのか、矢野かそれとも三井か、それとも宮崎か、宮崎押し込めるか、これはキーパーへのチャージがありました。この辺り今世界のサッカーに追いつくために1対1の強さであったり、はい、そういうものどこからでもこの囲んでくるディフェンスというのが世界のサッカーにありますよね、はい、そういった意味でこれやはりこの国見高校のベースとなるサッカーはやはり素晴らしいですよ ね、 素晴らしいですね。さあ中山が行く、中山トップなるか、うまく体を入れました。10番の徳永です。強いですよね、1対1がですね、こういうまさにこういうところの強さですね。そしていわゆるフィジカルアビリティといいますか、本当にうまく体を入れてボールをこう取っていく、またススッとこう体を入れていく、この辺りが非常に鍛えられているなという感じがします。国見高校の各イレブンです。4番の成瀬ヘッドで、まあ、日頃いかに今日厳しい1対1をやってるかということですからね。そういう意味ではこの練習の中でもうそういう1対1をやってるということでしょうね、国見の選手たちが。まあ、今年はそして去年の、まあ、選手に聞きますと2倍、いや鴨原なんかは3倍近く走ったと言っています。普段から走っている国見高校、今年はいつに例年になく走ったという、ですから全く体力は衰えません。80分なら大丈夫、1日1試合なら何のそのという国見高校。6番の片山から大きく大きく渡辺大吾、鴨原シュートまで行きません。さあここは、はい、宮崎大志郎がポストダウンになって、さあ中山が走り込んでいこうというところ、もう前からプレッシャーかけたいですね、大津は、はい、もうどんどん前から、ね、得点はわずかに1点差。このゲーム先制した8分前半の8分、国見高校1分後9分に中山ゴールで大津高校追いつきました。
22分に国見高校が2点目。後半に入ってはまだ得点の動きはありません。わずかに得点差は1点差と申し上げましょう。大津高校、三雲さん、はい、その大津高校の応援席には前回の試合で怪我をしてしまった中島裕太君のお母さんがいらっしゃってます、はい、悔しいけどあとはみんなに任せて一緒に国立へ行く気持ちでベッドから応援していますということです。まあ中島、まあ、3回戦まで活躍していた中島、浦和南戦で怪我をして今入院、今ベッド、どんな思いで、その思いも伝わるきっとはずです。17番の高本から4番、ちょっと前のそのパスになってしまったようです。ここで繋いだ方がいいですね、はい、ここを繋いで高本、はい、パスセンスがあるが、うわ高本にしては珍しい。しかしボールはまた高本だ。2番の攻撃参加見られるか、荒木簡単に叩いて、ね、8番の山内です、2年生。もう一度山内、うん、ここの辺りは2年生コンビだ。クロスが上がってきた、中山シュート打てるか、この惜しい惜しい。4番の矢野、まだまだありますよ。10番の稲田シュート打てない、打てない打てない。ただ非常にこういう攻撃ですよね。今みたいにしっかりつないでいけばチャンスできますよ。今驚きましたが、両サイドバックの選手がエリアの中まで攻撃参加をしてきている、はい、今モードは攻撃モードだ。大津高校、まず同点に追いつかなくてはいけない。まもなく残り5分という攻防だ。得点はわずかに1点差。さあ高本シュートを狙うか、フェイクを入れてここはどうするか。ここは大津高校がいい位置でフリーキックのチャンスを得ました。ま、ね、あ今日は初スタメン2年生の高本、まあ緊張もあるんでしょうね。もちろんですね。それはまあ非常に幅広く動いてましたからね、はい、さあ冷えてますし、うん、壁はわずかに5枚、いや6枚目片山が入ってくるのか。先ほどのケースで少し近くなりましたからね、はい、今日まだシュートがないぞ。稲田が 狙ってくるのか、それとも宮崎か。稲田のシュートはどうだ、また壁に当たって、もう一度、うん、さっきと全く同じコースに飛びました ね。もう少しずれるとね、いい、あの、まあ、稲田とすれば自信があって狙ってはいるんですけれどもね、やはり国の選手大きいだけにね。さあ稲田翔吾、同点ゴールが生まれるかどうか。大津高校得点が刻一刻と迫ってきました。残り5分の攻防です。1点追いかける展開、熊本大津高校。さあ残り5分です。橋本さん、はい、大津高校としてはあともう何工夫が必要なんでしょうか。いやもうまだ5分ですから、まだたくさんありますからね。しっかりとつないでいけばチャンスはもう3本4本できると思いますよ。あ、得点差まだわずかに1点差ですからね、三雲さん、はい、大津高校の平岡監督、後半の30分を回ったあたりからすでに5分以上ベンチを立ちっぱなしで戦況を見守っています。そうですか。さあ中山がいいポストになった、引きつけた、そして稲田戻して、ね、こういうパスですか、つないだ、はい、ですね、あのサイドかなりフリーな選手ができてますからね。あ、いわゆる大津高校は自分たちのリズムでまだまだやっています。またやれているこの時間帯、三雲さん、はい、あのこの時間帯1点リードしている国見なんですが、はい、その勝っているチームという雰囲気が応援席それほどないんですね。眉間にシワを寄せて、そして悲壮感少し漂うような、そんな表情が見て取れました。逆に大津高校のバックスタンドは盛り上がっている。さあその思いがつながるか、伝わるかどうか。ゴール前には9番の中山がいる、4番の矢野も上がってきている、181センチ、3番の三井もいる。さあその3番の三井か、三井が頭で落として稲田は、稲田のところにボールはいかない。一度流れを切りました国見高校です。さあ残りは間もなく手元の時計で3分、今3分を切りました。得点差はわずかに1点差。2番の荒木のロングスローか。三雲さん、はい、一方大津高校の応援席、決して諦めてはいません、はい、皆さん声を枯らして応援を続けています。そうですか。高本のクロスに対して国見高校高いディフェンスだ。さあ13番の亀ヶ淵つづむ、フォワードの鴨ヶ淵つづむが行った。そして9番の鴨原も行く、6番の片山もじっくりと上がってきた。この辺り、まあキープでしょうね、試合巧者ですね、キープ。いわゆるマイボールであれば攻め込まれることはありません。この辺りさすがですね、選手、国見高校。三雲さん、はい、国見ベンチサイド、この時間になって小峰総監督も立ちっぱなしで戦況を見つめています。そうですか、はい、得点差わずかに1点です。小峰総監督をもってしてもやはりこの1点、試合勝負の怖さを知っている小峰総監督。得点差わずかに1点です。その1点を追いかけるという展開の大津高校のボールになりました。
今手元の時計で2分を切った。残り2分の攻防だ。大津高校同点に追いつくことができるかどうか。三雲さん、はい、大津高校平岡監督2番の荒木に対して国見ゴールを刺してゴーゴーゴー、攻撃にどんどん参加しろと言っています。まあ何内容で、お平岡監督です。選手として全国制覇、この選手権指導者としてもしたい、そしてまず国立に行きたい、そんな話をしていた平岡監督。あ、この辺りはキープできる選手がいる強み、国見高校。さあ4番の矢野、急げ、攻撃を急げ。大津高校、この辺りはしかしこう試合巧者ですよね、田島さん。本当そうですね。この辺りさすが百戦錬磨の国見高校。小峰総監督の思い、選手たちにしっかりと伝わっています。さあ手元の時計で残り、さっと繋いたいですけどね、大きく蹴るよりはもう、その小林で繋いでという、今もうみんな後ろ向いて国見選手下がってますからね、はいはい、パッと繋いでいけばもうかなり前に来れるんですよね。このような大きな展開よりもむしろ、いや、こうやると結局こういう状況になりますので、繋ぎたいですよね。4年前に丸岡高校に PK で敗れ、国立行きの切符を逃してしまった大津高校、今年こそこの4年ぶりに今度こそ国立に行きたいと言っていた大津高校、その思い、その思い、平岡監督の思い、選手たち現実とすることができるかどうか。しかしながら刻一刻と時間が迫っている、もうすでに1分を切っている。国見高校はしかし強い、本当に強い国見高校だ。しかし得点差はわずかに1点差。11番の亀ヶ淵元樹、この辺り各選手が本当に時間帯をよく知っています。手元のところでは残り10秒を切ったというところでロスタイムに入りますが、さあ9番の中山志向から、さあ時間がないぞ、今手元の時計で40分が経過した。しかしボールは国見高校か、9番の鎌原だ。早くボールを取りたい大津高校だ、キャプテンの千原。さあこれはゴールキックになる。ロスタイムは2分と発表になりました。まだ2分がある、まだ2分あると申し上げましょう。大津高校ゴールキーパーの田中です。中江はポストにならない。10番の稲田か、14番の宮崎、ダメだ。そうですね、どんどん追うべきですよ、ボールプレッシャーを追うべきですよ、はい、左のサイドバックの矢野は上がっている。6番のキャプテンの千原。さあここは渡辺大吾だ。しかしいつもなら上げてくるところ、ここはキープをして、あえてキープをしている国見高校。この辺りはしたたかです。ボールは国見高校、ここを取りに行かなくてはいけない大津高校ですが、その通りですね、取りに取らせない国見高校の選手のテクニックがあるんです。ロスタイムまず1分が経過した。しかしまだ最大で2分弱あります。さあ高本からディフェンスの裏へというボール、これではでもいけません。17番の高本、今日初スタメン。9番の中山、2年生、まだ2年生と若いチームの大津高校ですが、王者国見に対して前線はしていますが、まだ今1点のビハインド。8番の山内も2年生、今大会で進化してきたこのブルーの軍団、王者国見高校前に敗れてしまうのか。もう三井も上がってますからね、どんどんゴール前に上げたいところですね。そうですね、さあ10番の稲田どうするか、テクニックある稲田が行く。ここは国見高校徳永です。17番の高本、体を張って、しかしボールは国見高校だ。時間がありません。国見高校16年連続16回目の今大会出場、そして2年連続5度目の優勝に向けて3つ目のハードルを越える。もう時間は、国見高校2対1、大津高校を破りました。